8月11日金曜日祝日12時半から、シードリング横浜フラッシュ、横浜ラジアントホールで大会が行われるのですが、もうついに10日前になりました。はい、はい、あっという間ですね。はい、2回目の横浜大会、はい、なので、さらに気合を入れていきたいと思うのですが、昨日、概要を送らせて、発表させていただいているのですが、本日、シードスクランブルタッグマッチの抽選でタッグの、組み合わせ決定の方と、今回シードリングウルトラアンダーセブントーナメントというキャリア、7年未満の選手によるトーナメントを開催することが決定しましたので、その組み合わせ抽選の方を行わせていただきたいと思います。それではシードスクランブルタッグマッチ20分一本勝負、出場選手は高橋七重、はい、下田美馬選手、中島梨沙、藤本司選手になります。こちらまでお願いします。まあ、あのこのメンバーは普通にメンバー決めても良かったかと思うんですけれども、8月12日から、真ん中にいるウエストフレンズ対アビットリバル、夏の3番勝負というのが決まってますから、まあ引きが強ければこのタッグ決まるんじゃないかなって私は思ってるんですね。引きが強ければ。で、塩大好きな藤本さん、はい、塩が似合う七重さん、その通りです。もう塩取れます。塩しょっぱくなって。はい、それでは早速抽選の方始めさせていただきたいと思います。はい、じゃあこの封筒を、はい、好きな封筒を、はい、引いてください。なんで私に誰も聞かないといけない。はい、それでは皆さん同時に開封してみてください。はい、あれ、何せーの、何も書いてないんですよ。ちょっとね、おしゃー、この並びのまんまになりますから、はい、A が良かった。はい、分かれました。 A が良かった。はい、じゃあ並び順を変えていただきました。このままです。このままでした。はい、じゃあそのままご着席ください。はい、はい、はい、ということで、決定しましたね。はい、高橋七重、藤本司対、はい、下田美馬、はい、中島梨沙というタッグマッチが決定いたしました。はい、はい、早速ですが、はい、それではこのチームになってのコメントを、はい、じゃあ中島からお願いします。はい、まああのね、組む予定で今日もここに来たんですかと。コッシュ来てないじゃん今日は。問題があるんですけど、いやでも組みたかったんですけど、でも正直今下田さんとのタッグめちゃめちゃ嬉しいです。えそんなもんですよ。そんなもんで、まあ、やっぱり、まあね、ベストフレンズっていうのは戦って、お互いがここが戦って上に上がってきたタッグチームだと思うので、今このタイミングで対戦っていうのはすごくなんですかね、ちょうど良かったかなっていうのも思いますし、翌日からのそのアビリバとの3連戦っていうところにこう2人で戦って士気を高め合っていけたらいいなと思います。はい、はい、下田選手お願いします。はい、何を動揺してるんだか、中島梨沙のそわそわ気味がちょっと気になりますが、今回2回目シドリング参戦させていただくということで、はい、前回よしことやり合ってよしこに、ね、ありがとうって言葉を言いたいぐらい刺激的だったので、今回このカードで、このメンバーでどういうカードになるか全然分からなかったんですけど、ベストフレンズが私は絶対に気が強くて組むと思ったの。七重だったら、七重と組むのかよってちょっと私的には
当たりてえなみたいなところもあったんですけど、うん、実際ここが割れて中島と組むということで、はい、私この子のことデッキレイなんですよ。ああやっぱりね、それは今までしょうがない。私絶対大好きだと思ってました。絶対負けたくない。それはもう年代関係なくして、もう絶対負けたくないやつっていっぱいあるんですよ。でもそれはこの子は一番入ってるかなくらい。組んでもなんかこうすごくなんていうんだろう、出過ぎるところもあるし、ちょっと待てよ。ありますよね。まあはい、でもそれが彼女のキャラだとしたら、私はそれを上を行きたいと思ってるので、はい、今回、久しぶりに七重選手、はい、久しぶりです。本当にもう楽しみでしょうがないと、はい、藤本選手、この間ちょっと試合を、はい、はい、その会場で拝見したときに、とても動きもよく、すごいびっくりする、なんていうんだろう、流れをしてて、はい、それも楽しみなんですが、ここの3人はシードリングにいつも上がってるメンバーで、はい、みんなその動きを知ってて、シードリングらしいいい試合ができると思うんですね、はい、でも私はいいに悪いにそれを裏切り、私が入ったことによって裏切りたいと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。塩かけられますよ、塩かけられますよ。しょっぱいから、しょっぱいと塩かけられます。気をつけてください。やばいね。はい、それでは、はい、藤本選手、コメントお願いします。はい、まあ、ちょっとこのカードに私もちょっとびっくりしているんですけれども、まず私がプロレスをしている時が一番自分らしくあるので、その対角線に中島ありさが、私のパートナーの中島ありさがいるっていうことは、まあ、私らしい試合ができる、安心してできるんじゃないかなっていうふうに思っております。で、高橋七重と組むというまさかの展開でしたけれども、私と組むということがどういうことなのかっていうのをこの試合で分からせてあげようかなと思ってます。高橋七重の存在を消します。はい、下田さんは、はい、実はメキシコで試合をさせていただいたり、うん、そうだよね、はい、あとレオの最後の試合も下田さんだったので本当に久々で、はい、嬉しいですね。ありがとうございます。はい、以上です。長井さん、お願いします。はい、自分的にもベストフレンズが組むであろうと思っていたんですけれども、まあ、引きが弱いということで、あえてです。はあ、人の話は聞きなさい。そうですよ、そうですよ。はい、引きが弱いということで、藤本司と組むことになってしまったっていうのが一番なんですけど、うん、私7月14日のリング上でアビットリバルとのなんかぐちゃぐちゃのいざこざに巻き込まれて塩をぶっかけられたの、本当ムカついているので、藤本司とは本当すぐにでも試合したいと思って、こういう場があったので、隣にいるっていうのが違和感でしかないんですけど、さっき言われた言葉をそっくりそのままお返ししてですね、高橋さんと組むってことがどういうことかっていうのを分からせたいなって思います。また、下田選手とは本当に久々の対戦で、今の高橋七重があるのはもう下田美馬であり三田悦子でありラスカチョラスオリエンタリス、そのお二方にすっごいいじめられて、すっごい鍛えられて、そんな日々が今の高橋七重の一部を確実に作っているので、そういうことも思い出しつつ、でも今は今なので今回横浜ラジアントホールで、この4人が奏でる試合がどんなものになるか全然想像も今はつかないけど、思い切り熱く戦いたいと思ってます。はい、何かご質問ございましたらお願いします。はい、皆さんにお聞きしたいんですけども、とお互い の相手チームの印象について何かあればお願いします。はい、新鮮以外何もなく、はい、とても楽しみな2人だと。チームとしてじゃなくて個人個人が楽しみです。イメージは今のところ塩しかないですけど、そうですね、まあ、でもツッカと対戦するのすごい楽しみなんですけど、まあ、安心して戦えるって言われたんですけど、それはタッグパートナーであろうが戦いは戦いなので、まあね、きっちりやり合いましょう。はい、安心して、戦えるって、
私は2人の印象は似た者同士だと思ってます。近づくね。はい、あのバイオレンスなチームだなと思います。どういう意味？お願いします。中島選手は、はい、下田選手からあの好きじゃないみたいなことを言われてしまいましたけど、はい、それについて。いやでも素直じゃないと思うので、はい、大丈夫です。あの本当の気持ちっていうのは、ここでどんな昔のこと話そうか。やめてください。大丈夫です。今ちょっと、はい、はい、試合でこう、ね、いい連携を見せていけたらなと思います。絶対相打ちとかにしないすんなよ、わざと。藤本選手、当日は塩は用意して。なんで、なんで、なんで塩。私ですか。横浜大会に塩は持っていかれるんでしょうか。それはどうでしょう。来てのお楽しみです。うん、気になれば、気になるのであればお越しください。私こういう三つ大っ子でもパクリだもん。させていただきます、シードリングウルトラアンダーセブントーナメントということで、女子プロレスのさらなる活性化のためにシードリングが開催するプロレスデビューキャリア7年未満の選手による8名によるトーナメントです。8月11日横浜大会で1回戦、そして勝ち上がった選手8月24日の後楽園大会で準決勝及び決勝戦を行います。1回戦及び準決勝は15分1本勝負、15分で勝敗がつかない場合は2カウントで勝敗が決する時間無制限1本勝負の延長戦が行われます。決勝戦は通常のプロレスルール、時間無制限1本勝負とします。2回戦の組み合わせは1回戦終了後に再度抽選したいと思います。はい、それでは、本日小林佳穂選手遠征のため来れなかったんですが、その他7名の選手いらしていただいてますのでよろしくお願いします。はい、それではこの小林佳穂選手を除く7名の選手、このキャリア7年未満の選手たちで熱く戦っていただくんですが、今日こちらの封筒に番号が書いてありまして、後ろに貼ってあるトーナメント表、こちら決定していきたいと思います。こちらキャリアが浅い順番に封筒の方引いてもらいたいと思います。お願いします。レイナ・ヒロリ選手、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ取ったら削りまだ持っててください。次が、はい、門倉選手、はい、桃野選手、はい、はい、キュウリ選手、はい、じゃあ、いろは匠選手、はい、じゃあ、サリ選手、はい、よしこ選手、はい、そっちにしようかな、なんでよ、いや、こっちだ。こちらは小林佳穂選手の番号になります。それではちょっとちらっと見て中の紙の方ちらっと見ていただいて、1番の選手から、はい、それではいいですか、1番の選手、はい、おサリー、じゃあ名前を書いてください。はい、2番の選手、はい、おっとヒロリ選手、はい、はい、それでは3番の選手、はい、はい、キュウリ選手、はい、
い、それでは4番の選手、はい、いろはたくみ選手です。はい、では5番が、はい、小林加穂選手です。はい、はい、はい、6番の選手、はい、押すと、はい、桃野選手、はい、決まってきていますということは、残るは7番の選手、はい、はい、門倉選手、そして8番が、はい、よしこ、ということになりました。それでは、じゃあ並び順を書いていただいて、1番からこちらに、はい、それでは、トーナメント1回戦、はい、もののすいません失礼いたしました失礼いたしました桃の実桃ありがとうございますはい、それではサリ選手から意気込みの方お願いします。キャリアにあキャリアと年齢の方もでは、はい、付け加えてお願いします。2011年4月17日にデビューしました21歳のサリーです。ひろり選手、今日初めて会って試合も、まあ、見たことないんですけど、まあ、シードリングに上がるということはどういうことなのかっていうことを自分が教えてあげたいなと思います。はい、それではひろり選手、はい、お願いします。2016年10月28日デビューのレイナ女子プロレスのひろりと申します。私はキャリアまだ9ヶ月の本当に新人なんですけれども、初のシードリングさんのリングで上がらせていただくということをすごい、嬉しく思います。サリーさんにどこまで食らいついていけるかわからないんですけれども、全力を尽くして頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではこちらも初参戦のキュウリ選手、対戦は、はい、2013年8月25日にデビューしました19歳のアイスリボンキュウリです。実はいろはたくみさんとは同期で、もうすぐ、デビュー4年目を迎えます。約4年プロレスをやっていることに誇りを持っています。アイスリボン10代レスラー代表として頑張ります。はい、そして対するはいろはたくみ選手、はい、はい、2013年4月デビュー、年齢24歳です、はい、そうですね、今回トーナメントが組まれたんですけども、多分みんな優勝を狙っていくと思うんですけども、自分は正直、まあ、勝ち負けっていうものは結果論でしかないと思いますし、なぜこうやって7年未満の選手を集めてトーナメントが開かれたかっていう理由があると思うんです。もし自分が負けたら、それは自分の練習量が足りなかった、心が弱かったって思いますし、でもその中でも自分は先月高橋奈々選手にスリーカウント取りましたし、自分はそうですね、この中でどんだけ熱い戦いができるかっていうのを望みたいと思います。で、まあ、横にマーベラス揃ってるんですけども、せっかく出るからにはいつも通りの熱い試合をしてトップ3入りたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは小林加穂対桃野美桜、お
ということで、モノ選手よろしくお願いします。はい、2016年2月13日にデビューしました19歳マーベラスモモノミヨです。小林選手とは何度も対戦させていただいて、正直いつも速いスピードについていくのに必死でした。でも今は違います。朝起きて毎日近くにはリングがあって、毎日毎日練習しています。それが自分の自信につながっていると思うので、練習は裏切らないっていうところを証明したいと思います。ミヨらしくミヨなりに元気やる気 200% で1回戦勝ち上がります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは、門倉凛太よしこ、はい、門倉選手お願いします。はい、2016年5月3日にデビューしましたマーベラス門倉凛です。今回よしこさんと初めて試合をさせていただくんですけれども、よしこさんの試合は、シードリングさん、うちのマーベラスでも熱くて強いプロレス試合を見させていただきました。なのでよしこさんと試合をするからには自分も熱くて強いプロレスをしたいなと思います。どれだけよしこさんに向かっていけるか楽しみです。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあよしこ選手お願いします。はい、2011年1月23日にデビューしましたシードリングよしこです。まあ、7年未満のトーナメントに、自分も入れられたんですけど、まあ、どっからどう見ても、ね、お客さんから見ても自分がここにいることに違和感しかないんじゃないかなっていう、まあ、自分もその違和感を感じてますし、でもこういうトーナメントをやるからにはやっぱり自分はプロレス以外にも最近格闘技とかもやってるし、まあトーナメント優勝しかないんじゃないかなと思ってます。まあ門倉選手、初シングルマッチなんですけど、まあどれだけできるのか楽しみですみたいな言ってたんですけど、逆に自分がどれだけ来てくれるのかすごい楽しみです。はい、あと、個人的にはまあ、この中で言ったらいろはたくみと自分は勝ち上がっていろはたくみとシングルをやって決着をつけたいなと思ってます。何かご質問ございましたらお願いします。いろは選手を先ほどお話ししていただいたんですが、今回のトーナメントの開催の意義というか、今回のトーナメント7年未満の選手でこうより活性化をっていう部分への意気込みをキューバー選手以外の方にお願いします。まあ、誰が、まあ、強い人が優勝すると思うので、はい、強い人が勝つってことでそれだけです。デビューしてまだ本当に9ヶ月なんですけれども、やっと最近他団体さんに上がらせていただく機会が増えて、こういう機会をすごい大事にして、もちろん勝って進みたいと思います。はい、初シードリングさん参戦ということで、シードリングさんのお客さんに自分の印象と、そして優勝のを取りたいと思います。はい、そのトーナメントがどういうものかは7年未満ってことしかわからないんですけど、初めてこういうトーナメントとかに参加させていただいて、7年未満で若い選手の中でも自分は10代ですし、19歳っていう若さを、立て矛にして武器にして頑張ります。ありがとうございます。はい、キャリア7年未満のトーナメントということで、そうですね、自分もまだデビューして2年なので、そのフレッシュさというか、そういうものをシードリングさんで
見せていけたらなと思います。はい、まあこのトーナメント誰と当たっても結構初めて初シングルの人は多いので、まあシードリングのよしこを思いっきり思い知らしてやって、その上で勝って自分は必ず優勝します。もう、まあ、再抽選なので決勝で当たりたいは難しいかもしれないんですけども、今回のトーナメントの中でやってみたい選手、当たってみたい選手っていうのを、サリーさんからお願いします。この順番でま、決勝戦で、まあ、よしこと当たりたいなと思っています。もう私は、キャリアが近い、マーベラスさんのお二人と思います。自分は同い年の大野美奈さんとやりたいなと思っています。まあ、自分はマーベラス所属なので本来ならばここ2人が上がってきてほしいという気持ちがあります。でもここは避けては通れないと思うので、うん、そうですね、まあ、誰が上がってこようと自分は熱い戦いをするだけです。今おっしゃったようにマーベラスが勝ち上がってシードリングさんの大会なんですけど、マーベラス祭りにしたいです。はい、はい、自分は、決着がついてないサリー選手と試合がしたいなと。はい、自分はさっきも言いましたけど、はい、匠と、まあ、前回20分ドローだったんでやりたいですし、まあ、さっき、まあ、マーベラス祭りとか言ってますけど、悪いけどここシードリングなんで、シードリングの自分とサリーが荒らして、でも自分は決勝で匠と当たるのが本望です。シードリング初参戦お二人、はい、じゃあヒューリー選手とヒューリー選手、はい、シードリングに対する印象というのは、ヒューリー選手、すごい華やかで明るくてすごい強い選手の方がすごい揃ってるので、まさか自分が上がれるというふうには思わなかったです。シードリングさんは熱い選手ばかりだなという印象があります。なので自分も熱くなれるよう頑張ります。それではあの、本日長代ちぐささんにも来ていただいているので、ちょっと言葉の方をぜひ、今回マーベラスから3名も選手も出ていただいておりまして、はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。靴下下がっちゃうよ。すいません。自分すごいこの選手たちをね、恵まれてるなと思うんですよ。トーナメントをその7年未満の子たちがトーナメントをやるっていうことっていうのは、おそらく自分たちの時代では全く7年未満の選手たちっていうのは、ある意味ボロカスと一緒なので、選手としても認められてないぐらいの状況下の中で、まあ、育ってはきたけども、でもその時っていうのは、プロレスが一つしかなかったので、まあ、次から次に入ってくるからお前ら別にお前らの代わりはいるよっていう状況下の中で育ってきたんですけど、今はこの今の流れの中でいろんな団体があって、あるいはいろんなフリーの選手たちがいて、それを
しっかりと下をやっぱりネクストジェネレーションとして持ち上げていこうというこの試みがとても面白いし、でね、いつも思うんだけども、みんなプロだから、ここにいる子たちはみんなプロなんで、何を望みたいかって言ったら、必ずお客様の心が静かめにするような戦いを望みたい。お客様はただ単に電車とか、あるいは車とかバス乗ってお金払ってチケット代払って来てるんじゃなく、きっと異空間である君らの戦いを楽しみに多分来るんだと思うんですよね。そうするとこの7年目以下のこの大会の意味っていうのは、おのずとしてこの選手たちがきっと表現してくれると私は思ってるので、この話が来た時に、ああ面白いな、なんて素敵なんだろうと本気で思ったし、この恵まれた時代の中できっとこの子たちがリングの上で表現することによって、きっとお客様の心を動かすことっていうのを私は絶対期待してる。同時に今みんながこうやって予想をしてたりとか、誰とこうなればいいかなとかそういうのを言ってたけど、向こうから見てたら大どんでん返しがあっても面白くない、そう思う人もいれば、このまんままっすぐ行った方がいいっていう人もいるだろうし、でも勝ち上がるのはたった一人だから、でもその時にそれまでのプロセスがしっかりと熱いドラマがないと、きっとみんなここに揃う意味ないんだよね。だから頑張れってもちろん言いたいけど、楽しめって言いたい。リングに上がることを楽しんでほしい。それが楽しめる、若さをまだ持ってると思うから、で勝ち上がっていったらいいんじゃないかなと思うね。はいはい、このシードリングウルトラアンダーセブントーナメントということで、なんかウルトラな力を、なんかここでしかない力をパッと発揮できるんじゃないかな。トーナメントっていうのはもう その場での一発勝負っていう部分もあるので、うん、どんなドラマが生まれるかっていうのも非常に楽しみですし、後から考えた時にあんなトーナメントがあって、それがなんかきっかけになってこういうことになったよみたいなことも生まれるといいなっていう期待もありつつ、はい、今回長谷さんにもご協力いただきまして実現に至ったことがすごく嬉しいですが、実際もう戦うのは彼女たちなので、はい、ぜひ見守っていただけたら、はい、本当に楽しみ、はい、顔を見てるとみんないい顔してる、いい顔してるっていうのはこれからを背負ってる気がするんだよね。これからのプロレスラーを、はい、としての道へ受け継いでいく人間たちとしての義務、意義、いろんなものがあるから、いかんなく、余力なんか残そうなんて思っちゃいけねえよ。余力なく目いっぱい戦ってお客様の気持ちをわしづかみにしてください。なぜならば君らはプロです。プロなのでプロレスラーとして目いっぱいリングで楽しんでください。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございます。はい。もう一回行きます。はい。もう一回お願いします。はい。ラッシュすみません。お願いします。